マジカルパンチラインです。秋口ゆなです。うさみさです。うさはるかです。松田たまきです。山本花です。ということで今回の動画は前回の後編でございます。秋口ゆな、吉澤遥香のタコ紹介をやっていたんですけれども、今回は残りの3人をやっていきたいと思います。はい、やまず最初、増田たまきでございます。はい、本人のさ納得いかないやつがさ入ってたらさ本に書かない可能性もある。いや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 、そういうです。はい、交代です。はい、増田さんこっち座ってください。吉澤さんお席にしてください。センターへどうぞ。それでは増田たまき。はい、なんかもう書いてる、もう書いてる、小顔、小顔って。じゃあたまきのタコ紹介出していきたいと思います。はい、まあ、小顔はね、まあね、私結構手ちっちゃい方なんですけど、見て、ほらやばいよ、閉じててももう多分掴める、掴めちゃうよね。ほんと顔ちっちゃい、掴めるよ、覆われちゃうぐらい、めっちゃ顔ちっちゃいです。あの、あとあの口が悪い。誤解、誤解、誤解です。毒舌、毒舌、毒舌、毒舌マスダ。米、あと新潟の本田。新潟の本田、新潟はかけるよね。かける、口が悪いって呼ばれてる。毒舌な方がいい。懐かしい、結構確かに。よく転ぶ、よく転ぶ。お米大好き。お米白米超食べるもんね。そうだ、ね、ジナさんびっくりした の、 あのお弁当あるじゃんか、うん、おかずだけなくなる人とかいるじゃん、炭水化、うん、物取らないんで、うん、おかず全部残ってご飯ない時あるよ ね、 あるね。そう、なんかご飯をメインにしちゃう。すごいよ、めっちゃ食べるからね。 TikToker、 あ、 TikToker、 マジパンの TikToker。 ガサツ、ガサツ、確かにガサツなのよ。もう物とかすぐ壊しちゃうし、うん、確かに破壊よ。破壊神って書いてた。破壊神、破壊神、破壊神。爪かわいい。あ、確かに。いつも爪やる、ちゃんとやってるイメージある。最近変えたんだよね。そう、成人式に向けて。成人式に向けて。あ、合ってるよ、合ってるっけ。爪なんかちょっと違くない？なんかウリじゃない？イルミネーション。あ、イルミネーション大好きだよね。イルミネーション黒、あ、私服黒いね、基本的に。黒の最近でもね、明るい色も増えたし。そう、冬は白。ニットワンピ、ニットワンピ。たまちゃんってニットワンピ。ニットワンピよく着てるかも。ニット大好き。あんまり水分取らない。何なんですか。あ、分かった、思い出した。力が強い。あ、今それで思い出した。でも結構優しかった。今優しかったんだけど、今いろんな曲が蘇ってきた。痛い痛い痛い。一番遅い。衣装ね、なんかスーツケースでね、一つにして管理してもらってるんですけど、着替えたりあるから、とりあえず靴を直してたら、スーツケース直しやすいから、みんな先靴直してねって言って、数えたら4つしか入ってないの。だいたい玉木。玉木でしょって見たらまだ履いてんの。遅い遅い。超ギリギリまで鏡見てる。なんかさ、ちょっとネガティブなの多い。え、ちょっと、え、着替えるみんな。いつでもメイクしてる。あ、それは確かに。9割メイクしてる。人の不幸とか噛んだりするの大好き。人の不幸、人のミス大好き。ねえ、マジばっかりだから大丈夫。みんなそうでしょ、笑ってるじゃん。大好き。でも一番嬉しそうだよね。なんかね、いつもが静かめな分、人が間違えたりした時に、そう。一番早いぐらいだよ。え、花ちゃんもめっちゃ早い。いや、早くない。この二人が遅いのは分かってるんだけど、この二人が遅いのは。でも、たまきなんか基本的にあんまミスしてないイメージ。確かに。衣装の靴下を私服で着る。本当にそう。衣装の私物化って書いてある。こんな感じかな。右側がちょっと悪口のまみれ。マイナスプロモーションになってます。まあ、これ含めてたまきのいいところということで。増田さんはこんな感じでございます。こんな感じでございます。どう、自分で見てみて。まあ、こんな感じ。合ってるみたいなので
いと思います。待って、鳥肌がやばいんだけど、メイクしてこない、ちょっと待って、変しか言ってないのに変身されてるんだけど超でかく、まあ、こういうところですよ、マイクがあるけど、こういうところです、まあ、変人だね、変人、変人じゃないよ。え、花ちゃんこそリュックだよね。リュック、確かに、ちょっとリュックかも。リュック、で、その中にメイクの意識あってさ、メイクさんみたいなメイクボックス持ってくる人初めて見たんだよ。一時期そうだったよね。今はちょっとちっちゃくなった。それ持ってきてんのみたいな。こんなさ、でっかいさ、でっかい。ご飯食べるとき姿勢いい。あ、姿勢いい。あとなんか、だいたい手に小鉢持ってる。持ってる、持ってるよね。なんかさ、花のご飯の時のイメージってさ、これじゃないの。確かに、あ、めっちゃ姿勢よく左手にちっちゃい小鉢持ってる。小鉢、確かに。着物似合う。あ、似合う。着物美人ね、うん、和服似合うよね、やっぱり和服女。和食も似合う。あ、和食も似合う。和食好きで。和の女って感じ。和の女。和の女。やっぱでも表情筋とか、ね。あ、確かに。表情、表情、表情エグい。表情、表情エグい。表情マジエグい。表情の圧。体力すごいって言って。体力のバッチ。あのさ、同じライブしてるけど絶対運動量違うと思うんだよ、花って。え、わかんない。でも多分。で、最近パーリーの時さ、花、うん、ちゃんの隣の方がいいんだけどさ、うん、隣のタロが怖くてちょっと逃げちゃう。え、ユナもケイスはこの前逃げた。え、じゃあ花さ、こないださ、誰にも当ててもないのにさ、なんか2人とも怖くて泣いてくるから。花当ててないのに言ったの。なんかさ、でっかいウサギの耳つけてライブしてたじゃん。他の時は全然大丈夫だった。こうやってのんきにやってたんだけど、肌隣に来た瞬間、なんかぶつけられそうと思って。でも、ある意味はなんかみんなにぶつけないように、いつもより回転量多くなって心がけてるのが。髪飾り取れちゃう。髪飾り取れちゃう。衣装を壊しがちだから。壊しちゃうからね。ね、 MC でテンパっちゃう。テンパり、テンパり、テンパり。あとあの本番前だいたい MC 聞いてくる、うん、確かに。しかも聞くんだけどいつもケンパっちゃってなんかいつもさ、メンバーとかライブ前とかにさ、ゆなちゃん今日の曲こうでしたっけとか、ゆなちゃん背中叩いてくださいとか言ってくるんだけど、ハナだけ、ゆなちゃん今日の今日告知って何ですか、今日の MC ってハナ絶対聞いてくるの。それ以外聞いてこない。心配になっちゃう。ちょっと。やだ、1個ある。何？これ他のメンバーももしかしたら知んないかもしれないんだけど、あのレコーディングの時指揮者みたいになってる。メルティとか、メルティキスあげるわって歌ってんの。それもう本番中のレコーディングって言ってるの。ブースの中継のカメラでずっと見ながら、あ、また今日も指揮者やってるわ。跳ねるとことかもこうやってやりながら、そう伸ばすときはヌーンってやる。足がすごい方向に曲がる。ああ確かに。はいはい、じゃあ撮るよとかじゃなくて、ホームの反対側にいて、こうやって撮った写真なんですよ。だから撮られてることを気づかない。気づかない。普通人間ってこうじゃないですか、こう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 やって立つじゃないですか。まあ、せめてちょっと内股とかでこうじゃないですか。こうこうこう、例えばこうこうなんですよ、なんかそんなのもうそう、なんか本当もうすごいやんな、本当のみたいな。本当いつか誰か発見してほしい、ファンの人に。すごいから。え、でもちょっとそれ言われてから心がけるようにしてくださいね。なんか自分が喋った後静かになったら、ポーッと効果音入れる、自分で自分で自分に効果音入れる。あと、あの普段何してんのか謎。謎。嘘。そえ、ハナちゃん結構謎かも。なんかそのファンの皆さんも分かると思うんだけど、急に X とか更新しないとか、あるある。基本インスタも開かないじゃん。開かない。なんかそう、今時の JK っぽくないの。確かに確かに。あ、そう、あ、JK じゃないんじゃない。JK なんですよ。まだ JK なんですよ。だから、そのなんか JK っぽいとこがあんまない。落ち着いてる。確かに。大人っぽいとこはね。大人っぽいって書いてて。そう、大人っぽいって書いてて。大人ぶってるって書いてて。大人っぽい嬉しそうだから、大人ぶってるにしよう。やだー、やだわー。しかも結構真ん中の方に大人ぶってるって書いてて。そんな感じですかね。はい、でも本当これかも。花の知ってる情報全部出てるかも。ね、なんかあの思った。レコーディング指揮者とかやばいもん。いやもう本当もこうだから、みんなに今度動画撮ってきてあげる。やめて、恥ずかしいから。レコーディングあるとき撮ってくるわ。やば、こうやって撮るから。はい、ということで、はい、山本さんがこんな感じでございました。キャーン。あ、ほんとさーって言っちゃった。はい、ということで続いてはうさ
出していきましょう。はい、赤ちゃん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 、ねえ、そんな考えないで、ねえ、考えないでないらしい。最年少考えてくれた答え。最年少、あ、そうだね、ツインテール、身長高い。お上辺だけだよ。みんなまた知ってるでしょ、空のこと。歌が上手。ありがとうございます。あとウクレレね、ウクレレ、ウクレレ、ウクレレ星人、空から来たよ。なんかさ、何、どうしたのよ。どうしたのよ。あ、まつげが長い。あれ何本乗ったんだっけ、爪楊枝。九。あ、爪楊枝九本乗るまつげって書いておいて。すごくない？九本。やばいね。あとは。変なところで食べられるもの多い。わかる。あ、わかる。なんか偏食なのに、そう。なんかちっちゃい子が苦手そうな人参が意外と食べれたり。あ、食べれる。食べれる、食べれる。もっと大きくして。確かにね。確かに。おいおいおい。確かにでかいじゃないかな。でも最近食べれるもの多いらしい。って書いてるね。最近食べれるものが増えるようになった。食べれるもの増えた。増えたらしい、らしいって。らしいじゃん。噂？すぐ顔に出る。感情が。眠い時は眠いし、泣きそうな時は泣いちゃう。泣き虫、泣き虫。泣き虫。はい。最近泣かない。最近ね、最近泣かない気がする。まあ確かに、うん、耐えてる耐えてる、ここまで来てる時あるけど。ちょい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 、おお、耐えた耐えた。耐えれるようになって。この前も泣いてたな。まあいいや。スマホケース買いすぎ。え、マジ電気屋さんとドンキホーテめっちゃ大好き。昨日もそれ聞かれた。電気屋さんとドンキホーテ大好き。楽しいよね、今の。楽しいの。あとスマホフィルムね、すぐ壊すから、すぐフィルム壊っちゃう。スマホフィルムだって新潟でも買ったんだもん。なんかすごいね、待たされたしね。新潟までライブあったじゃないですか、初めて。あの時にそのさらちゃんとはるか残って、その新潟でそのやってて、だから新幹線も時間あるじゃん。だからもう本当限られた時間の中で新潟を楽しんでたのに、さらちゃんのフィルム張り替えるなんかちょっと待ち時間みたいな。貼ってもらってるから、その待ち時間とかにちょっと時間取る。東京でやれ。みんなだってその日に帰るんだからさ。やばいよね。最近髪の毛染めました。ね、最近ね、そうなんです。カシスブラウン、カシスブラウンにしたら、そうなんです。カシスブラウン大事ね。何カシスブラウン？カシスブラウンは赤と茶色のミックス。そうそう、あの、そう、カシスレッドブラウンみたいな。詳しく言うと、赤寄りの茶。オッケーオッケー。やっと明るくなってきたよ。確かにちょっとずつね。そう。あとカレー好き。あ、カレー大好き。カレーとカモンジャ。カレーめっちゃ長い。ロンゲ、ロンゲ、髪髪影響受けやすい。ああ、確かに。あの人がちょっと疲れたわって、え、ショラも疲れた、なんかちょっと風邪っぽいかも、ショラもショラも、昨日の影響受けがち、受けがち。あの、あと思い込んじゃ、思い込み思い込みめっちゃ現実になる。ゆうちゃんちょっと喉の調子悪いんじゃない、え、ショーかなとか言って、もうちょっと下に、ありがとうございます。素直だからっていうのあるけど、私素直って書いてほしい。素直って書いては通ずるもの、素直だな。こんな感じですかね、そらちゃんは。ちっちゃ、変色と比べたら大丈夫。はい、ということで、うさみそらちゃん、こんな感じで、こんな感じでございました。まあ、ほんとそらちゃんって感じ。そらちゃん、なんかさ、そらちゃんって妹要素強いよね。確かに。やっぱだってもう赤ちゃんとか最年少とか、感情すぐ出るとか、もう素直。ロン毛とか。ロン毛関係ないでしょ。ということで、タコ紹介後編でございました。ありがとうございました。意外と出るもんだ ね意外と出た。みんなはどれくらいメンバーのことを知ってましたでしょうか、ね、まだね、ここから多分ショラちゃんなんで、特にもうどん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 大人になってて、いろいろね変わっていくと思うので、また皆さんも
よりメンバーのことをたくさん知ってもらってマジパンのことを好きになってもらえたらなと思います。お願いします。お願いします。はい、ということで皆さんタコ紹介ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思った人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。ちゃんがさ、吉川遥が天才じゃん、山本花神って検索したら出てくる。やばいじゃん、今までの人にダサって思っちゃう。デザイン性が違うっていう。叩かれちゃう。